待てコニー。嘘だろ、誰かいないか。コニー下がれ。俺の家だ。こいつ動けないのか。じゃあどうやってここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか。いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それになぜ馬が残っている。松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。聞いたか、今あいつが。俺には何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。コニー、今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。南藩はその後も捜索を続けたが、破壊箇所を特定できぬまま、逆方向から壁沿いに南下してきた七葉たち西藩と合流した。長時間にわたる捜索のために疲労も限界に達していた調査兵たちは、ボールローゼにほど近い古城ウトガルド城で休息を取ることにした。出発は日の出の4時間前だ。我々が交代で見張りにつくから、新兵はしっかり休んでおけよ。あの、もし本当に壁が壊されていないとするなら、巨人はどこから侵入してきているのでしょうか。もしかしたら当初想定したほどのことにはなってないんじゃないでしょうか。ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本当に壊されたにしてはね。それを突き止めるのは明日の仕事だ。今は体を休めることに努めろ。おい、ところでお前の方はどうだったんだ。いろいろ走り回って大変だったろう。まあ当然だよな、まさかこんなことになるとは。休む前にもう少し情報交換をしておこうか。特に君はいろいろと見てきたようだし、状況を聞かせてくれ。ところでコニー、
お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された後だった。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。ただずっと気になってるのが、俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのか。お前はお前の母ちゃん巨人だったのかよコニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな。バカらしくなってきた。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえと、ほら、できねえだろ。うるせえ！クソ女もう寝ろ！きっとユミルはコニーを元気づけたいだけなんだよ。ああやって無理にでも笑ってないと気がめいっちゃうし。さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。屋上に来てくれ、全員すぐにだ。月明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、いや、獣じゃねえか。なあ、あいつ、壁の方に。おい、待て。待て待て待て待ってくれ。ざけんじゃねえぞ。チンペイは下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行くぞ。はっ、やってみせる。まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないが頼んだよ。くそ、ふざけやがって。やるしかねえってのか。塔には無防備な神兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。苦戦してんのか。行ってやらないとな。
しかやらなきゃ。やってみせる。まずいな、これじゃキリがない。捕まるかよこの薄っぺらが。ゲルガ、今のは危なかったろ。あれが俺のやり方だ。今のちゃんと討伐補佐に数えとけよ。たくましいね。覚えとくよ。よし、これで塔の周りの巨人は大体片付いたね。さすが調査兵団、他の兵士とはわけが違うってことか。あれは、後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。くそ、休む暇もねえってのか。やってみせる。ありがとう、おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。苦戦してんのか、言ってやらないとな。この調子なら、私がやらなきゃ。ありがとう、助かったわ。すごい活躍ね。でかいのはあらかたやったぞ。この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんて滅多にないよ。いや、なんとかしのげそうだな。あれはなんだ。あ、壁の方角から投石だと。このまま全員で固まっていては危険だ。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。任せたよ。倒せた。この投石、壁の方に歩いていたこの獣の巨人の仕業か。この巨人邪魔しやがって。このままでは塔の防衛に向かえないと。
これで塔の守りに専念できる。ここに立てて。くそ、なんて勝った。消せちゃった。ここにかけて。やってみせる。キュア。拠点を設営しろ。早くしねえと手遅れになっちまうぞ。ここにかけて。巨人はなんとかなりそうだね。あとは投石をどうにかしないと。あの獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいじゃねえのか。いや、この機を逃す手はねえ。あいつさえやっちまえば投石は止まる。刃もガスも限界だ。お前もその生蔵が最後なんだろう。ああ、でも最後まで諦めるわけにはいかないさ。倒せた。はっ、倒さなきゃ。当たった。よっ、やっ、うまくいった。やってみせる。お前センスがいいな。いや、怖くない。倒せちゃった。このままここで待ってることしかできねえのか。な、俺たちだけで何体やったんだろうな。さあ、数える余裕なんかないからね。任せなさい。やったー。
まずいんじゃねえか。塔が壊されたらおしまいだぞ。このまま塔が壊されるのを黙って見ているしかないのか。巨人が引いてくぞ。な、やったのか。いや、巨人はまだうようよしてるぜ。こいつはもう。もう塔が持たねえな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまねえ、お前ら。もう力入んねえ。おい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちがやられた。よせ、クリスタ。もう塔が崩れそうなんだ。落ちしまうぞ。でも私たちの身代わりにナナバさんが、ギルガーさんが。